クリスマスにまつわる思い出といえばやっぱりデビューをしてからは年末のステージに立たせていただくことがほとんどだったのですが、えっと、中学生の頃にお母さんと一緒に遊園地の方に遊びに行った際に大きなクリスマスツリーが夜にとてもキラキラと輝いていてその時がとても素敵な瞬間だったので今もとても記憶に残っています。はい、そうでですねやっぱりクリスマスマななのでパーーティーをしたいな するのですが、まだそういう予定はなくて、えっ、ー、とちょっと現実的なお話にはなるんですが、その日はキャリーの整理整頓をして、またすぐ日本の方に来るので、整理をする日になるんじゃないかなと思っています。なるほど。サナさんが憧れるクリスマスの過ごし方を教えてください。サナちゃん大好きです。ありがとうございます。えっ、ー、とですね。 クリスマスマの過ごし方、本当にクリスマスにしたいことはたくさんあるのですがもし時間が許されるならパリの方に行ってクリスマスを過ごせる時間があるといいなと思うのですがやっぱり「ノエルの限定パレット」のですねトロカデロナイトの場所に行って実際にパリの。 街並みがイルミネーションされたところを実際に私の目で見てみたいなと思っているのでそこにもし行ける機会があったらぜひ行ってみたいですはい、ありがとうございましたなかなかね、本当貴重な機会で本当にとても皆さんいい経験になったのではないでしょうかありがとうございます はい、イブ・サンローランは本当に素晴らしく魅力的な製品がたくさんあるブランドだと思うのですが皆さんも一緒に使って綺麗になり自分自身に力を持って、えー、自信を持って素敵な女性であることを感じながら一緒に、えー、楽しめたらいいなと思います。ありがとうございました どうか、そちらはいかがでしょうか。サナローランボーテージャパンアンバサダー、サナさん、本日はありがとうございました。どうぞごご覧ください。ありがとうございました。<noise>